パー5。何これ、グリーン見えない。左です、直角に左に曲がってるっぽいっす。はあ。お、使わない。でこの3番アイアンも、うん、シャフトの長さ3番アイアンなんです、ヘッドは、うん、けどシャフトの長さ2番アイアンのシャフト入れて長くしたってこと。長くしたんですよ、ちょっと。でウッド2本なんで今、うん、飛ぶ3番アイアンを作りたくてキャリーでどんだけ飛ぶの。25ぐらい。はあ、僕のドライバーより飛ぶ。ちょっと見えない。あ、来た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 。超いい球じゃないですか。うん、上がってった途中で低く出て上がってった。超いい球に その日の夜は、エスペさん来て、あ、エスペさんな、はい、が飯連れてってくれて、うん、励ましてくれて、うん、視聴者の人にね、明日も明後日もあるから、うん、2日間でも控えてるから頑張れよと、うん、みんな応援してるしみたいな言ってもらえて、すげえ気が楽になったんですよ。ちょっと悪い癖の追い込み癖が出てきそうになって、何これが悪い、あれが悪いってやつ、自分のことをまた評価、悪い評価しすぎて。結構自分にもやるのそれ。やりますよ。何なら自分の方がやるんです。タイちゃんだけにやってんだと思ってた。違う違う、自分の方がやるあ、そうなんだ。タイの方がやらない。そうなんで、全部スコアとかも取ってちゃんと、うん、で細かく出るアプリがあるんで、うん、それやって、うん、反省点を携帯のメモに残したりとかして、うん、それはいいじゃん。そう、めっちゃやります、うん、で自分が何が悪くて、うん、このホールでこのショット打つときにどんなこと考えたかまだ思い出して、その考え方してるからだろうみたいなことをもう自分に責め続けるんです。そう、いやいや、それ悪くないじゃん。それを、そう、責めるから悪いのであって、めっちゃやってたら、うん、結構もうってなってて、うん、今日ご飯も行きたくないなと思ってて、うん、それたらエスペさんに来てもらって、うん、飯すごい励ましてもらって、そう、確かになと思って、ちょっと追い込みすぎ、もうちょっと気楽にやんなかったら、うんうん、あと2日間アンダーなんか出せねえなって思って、うんうん、で2日目、3日目の朝起きて、うん、ちょっと早めにコース行ったんですよ、うんうん、でちょっと長めにパターの練習して、うん、パター悪かったから、うん、でパターも変えて、うん、変えたんかい。僕パターエースが2本あって、うん、もう1個のエースの方でやって、うん、そしたらそれがうまくいって、うん、で最初のハーフちょっとショットが乱れてワンオーバーだったんですよ、うんうん、そしたら後半バーディーチャンスつくんですけど決めきれなかったんですね、バーディー、うん、で1アンダーで2日目もイーブンだったんですよ、うん。だけど OB だ。まだ行かないでしょ。手前、手前。行った行った。ナイス。上げてるだいぶ。もう一回3番。3番。なんでちゃんと当たるんや。乗った？全然弱い。手前？バンカーの顎ぐらい。それで朝も勢いもそうしてて、うん、雨だったんですね、うん、出だしで日当たりしミスして、うん、足し算、引き算間違えて、うん、10ヤードキャリーでグリーンオーバーしてボギって、うん、前半3パット1回やって3オーバーで、うん、チーンって感じだったんですよ、うん、で最後のハーフ20台で回るしかないなと思ってたら出だしバーディー来て、うん、バーディーパーパーバーディーだったんです。おー、私まだ攻められると思って、その次のホールも1メ2メーターぐらいのバーディーパット外して、まあまあまあ仕方ないと、次でバーディー取ろうと思ったら、次のホールでドライバーバーンとまっすぐ行ったんですけど、それがバンカー入って、うん、バンカーからホームランして、あ、でオーバーしてオフから絶対寄らないピンポジションで、それでアプローチ2回1回ミスってでそこダボって、うん、でその次が一番難しいパー3なんです、100、うん、ちょいな、前一緒にやったやつでしょ、ショートさん、そう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 、ね、あれでしょ、うん、絶対寄らないとこつけちゃって3パットして、うん、で上がりパーパーで後半ワンオーバーで最終日が76で、うん、トータル11オーバーで予選落ちしたんですよ。なるほど。だけどトータルで14バーディー1イーグル取れてたんですよ、うん、まあ、どれだけボギーとダボを打ってんだよって話なんですけど、まあ、自分的には
すごく4日間の中でバーディーもちゃんと取れてるし、うん、毎日4個ぐらい取れてるし、うん、でイーグルも1回取れてるし、うん、攻めるゴルフはできるんだなっていうふうに思えたんで、うん、やっぱもうちょっとアプローチパターンの技術を磨いて、うん、あとはミスが極端にでかすぎるんですよね。もう絶対寄らないようなところミスしちゃうから、うん、そういうところはやっぱコースマネージメントをもっと考えながらやれば、うん、来年はもっと上に行けると思うし、うんうんまだラッキーなことで僕21歳なんで、うん、もっとチャレンジしていろんなことやろうと思って。本当だよ、まあ、それを踏まえて、うん、ここから1年間何しようかそう、またその話しましょうじゃん。あら、左に行っちゃった。右に打とうとしたの左に行った。ボール右置いたら捕まりやすいですよ。そういうことか、はい、あれだね、ちゃんともうやるべきことはしっかり分かってきてるってことだよね、はい、うん。であとはこれから来年かけて生活するための資金作り、それだよね、はい、今まではなんとかなんとか生きてこれたけど、うん、ここから1年はマジでまだ未定だし、うん、収入源ゼロなんで、うん、バイト行かないと、うん、何をして働こうかなってすごい考えてて、ツアーキャディをやろうかなと思ったんですけど、うん、自分のゴルフができないんです。そうなるとあゴルフもやって、はいみたいな、はい、そっか、お金稼げてみたいな、レッスンやろうかなと思って。あ、開業すんの、いいんじゃない、しようかなって。あ、いいじゃん、じゃあ僕教わるからそれでいいか。はい、僕月謝払いってたの、今営業してるの、もしかして僕に。 それはいいかもな。ゴルフ場で、うん、練習場で、うん、それをやらせてくれる練習場探しとしようと思って。なるほど。この辺砂だらけなんですよね。みんなバンカーあのグリーンに対して打つから、この辺砂まみれだと思うんですよ。だから割とクリーンに入れないと多分ちゃっくりすると思うので、ちょっと開いて高い球、風も上げてるんで高い球でいきます。ちょっと大きかったでもまあやっぱり砂まみれだったですね。インパクトした時に砂の感覚があったんで正解です。どこに置くの。これは左上です。お、止まった。まっすぐ行った。球が落ちない。限りなくグリーン横かな。横多分左に行った。ちょっと左、全然球が追えなかった。あ、左向いて左引っ掛けるイメージ。ここそうこのくらいから返す。はい、はい、そういう感じです。大げさにやんないと、うん、ナイスショット。でカイト君からの提案で、はい、新宿のどっかに、はい、室内練習場を作れと、はい、買収しろと。そうっす。でリンゴルフで運営しろと。そうっす。タイちゃんとか来んの。僕もタイも、うん、教えに来んの。アユも行くし。マジか、はい、誰かいい物件紹介してくれ。紹介してください。あれ1個作んのにさ、内装だけで300万500万するでしょ。あと何、シミュレーションゴルフも貸してくれるって誰かが。それも企画で。企画でな。企画で、あの室内練習場を作ってみた。くそ、インストラクターを雇ってみた。雇ってみたでこれつま先下がりなんで、あのクラブがこう来角が下がってこうそう入るから、うん、クラブはボールは右に行きやすいんですよ。本当は、はい。だから僕らもイメージはちょっとピンの左ぐらい向きます。これだったらちょうど見えてるバンカーの顎の上ぐらいを狙って打つイメージです。僕この話の中で全く分かってなかったのが、こういう斜面じゃないですか、はい、こう持ってたいつも。あ、それでもあの入るときはやっぱ上から、これ上から入りやすいから、外からインサイドが入れるって難しいじゃないですか。あ、ここから入んないから。そうか、そうかここから入るから左トイプを狙えばいい。そうです。
でラフなんでそんな曲がんないと、でも薄いからな、ピンの左ぐらいを狙っていつも通り打つイメージ。左向きすぎですね。じゃあ振りは悪くなかった。悪くない。おお。撮影はここが最終ホールです。9番アイアン。150アゲンスト。うわー高い。これは高い。これも手前？手前。距離がわからない。本当はさ、21歳のさ、はい、まあ、タイちゃんの時も言ったんだけど、僕21歳の頃なんてさ、はい、こんな将来のことも考えないで大学にいてさ、はい、わーってしてただけだからさ、はい、だけどプロゴルファー目指す人たちってさ、結構ダメージ食らうじゃないですか。食らいますね。もう二度とプロテストを受けたくない、もう二度と QT 受けたくない、プロは嫌だみたいな人結構いるじゃないですか。いますね。人生かけてきてるから、はい、あと5年も6年も受ければっていうのはなんとなく思うんですけど、はい、旗から見るとね、はい、でも当人たちはそうじゃないから、はい、なんかその時のことなるべく話してもらって、はいはいはい、整理ついてほしいなと思ったんだけど、はい、2人とも整理ついてて大人やんけっていうのが自分が同い年はこんなにちゃんとしなかったっていういやもう仕方ないですもんね上に行けるのも実力だし、行けないのも実力なんで。うん、何すればいいか分かったっていうのはいいよね。いや大事ですよね、うん。それ分かってないと。真っ暗になるよ。真っ暗。うん、いや、お金稼ぎたいっすね、やっぱ。あ、まあね。うん。うん、そうだね。お金稼いで、うん、早く一人暮らしして、うん、早く結婚したいです。おい、いや、それ自分稼いでないとダメやん、そしたら。早く結婚したいっすね。お父さんに孫の成長ある程度見せたいっす。お父さんな、はい、スピン入った、低いスピン入ったボール、はい、いいっすか、うん、かっこいいじゃん。それどうやって打つの？一緒？一緒っす。けど、なんていうんだろう、もっと低く出たよ。もっと低く出すには、うん、フェース、なんかわかんないですよ、俺毎日自分でも開いてるんですけど、うん、それをちょっと絞り気味、あー止めるんだちょっと、そうです、うん、意味で打つとフォロー小さくするんだ。低くピンない、ここつけてんな、出る、それやりたいっす。できるっす。今度訓練しよう。うまい。あ、止まっちゃった。はい、じゃあ今日本当は QT 昨日だよね。昨日終わりました。で今日ゴルフ一緒に行けたんで、はい、なんか傷ついてるかなと思ってきたら、うん、ちゃんとしてて仕事くれって言われて、こいつちゃんとしとるやんけっていう話だったんですけど、一個手土産を持ってきました。はい、再来週、はい、10月15、16にちょっと福岡に行って撮影してきてほしいんですよ、はい、日本オープン。おうおうおう。ゲストが、はい、あれです、翔太さん。おう、ショータイムゴルフの、うんうん、やった。仲良くなったでしょ。仲良くなりました。ちょっと知り合いのプロいたら、わかりました、お友達いたらお願いします。はい、ちょっと気持ちを新たにしてほしいと思ったら、はい、新たになってるんで、はい、新たな出発をお願いします。はい、わかりました。じゃあありがとうございました。ありがとうございました